そんなこともやりもしないで皆様方はくよ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 今日の半ばその言葉通り処理してくれるので、そういうことができない人がそういう心の傷を負いやすいんだけども、ね、だから何やってもマイナスに考えちゃうし、何やっても嫌な気分になってくるし、すごい重たい体の病気を告知されましたっていうので、どうしたらいいですかとかね、非常に揉めて裁判で訴えてやるって言って訴えたんだけど、裁判で負けてしまったのどうしたらいいですか。簡単ですよね、諦めるしかないですね。皆さん熱心だよね、自分の過去を囚われることに熱心というか、ある意味受容ができないんでしょうけども、自分の過去の行動や行き違いに対して受け入れられないから、そういうふうに訴訟になったりするとか、いつまでもそれを相手を恨み続けたり、他責ですね、他人を責めようっていう心理は受容できてない特徴中の特徴なので、あと病気になってしまったり、そうなってしまったら病気になったってことを悲しんでいても余計病気悪くなるだけですよね、免疫力が下がりますからね。だから病気になったってことは、まあ、それはしょうがないとして、じゃあ今できることは何かって言ったら、カバサが言ってるような整える活動、きちんと睡眠が足りてなかったからちゃんとやろうとか、今より悪くないように調整していこうとか、体力をつけるために定期的に運動しようとか、そういったことをやること山ほどあると思うんだけど、そんなこともやりもしないで皆様方はくよ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 と、ああこういうことが起こった、もうどうしようどうしよう、ああせっかく裁判人やってるのに負けてしまった、どうすんだどうすんだって言うけど、どうしようもないんですよ。だから過去と他人は変えられないっていうことで、他人を変えられない部分について今まで結構動画でやってるんですけど、過去っていうのももう変えられないものなので、受け入れるしかないんですよね。でもう怒ったんだが、もうそれしょうがないんだから、もうそんなもん忘れて次の人生を歩んでいけばいいわけですよ。今までの失敗や落ち度やトラブルや、あなたに落ち度がないかもしれないけど、他人から何か嫌がらせを受けたりとか、セクハラとかパワハラを受けたりとか、あなた自身に何の落ち度がないようなことでもうトラウマになってしまうことってのはあると思うんだけど、今もねパワハラを受けてるとかは別だけど、その過去のものなのであればもう終わったことなんで忘れた方が早いわけですね。そこにしがみついてるせいで、自分で記憶を、要するに地固めっていうのかな、思い出せば思い出すほど地固めしていくんですね。地固めすると獣道が普通の道になって、舗装道路になって、最終的に高速道路になるんですよ。だからトラウマの患者さんっていうのは、自分の嫌な出来事をとにかく思い出して思い出して、脳の中で嫌な出来事の高速道路を作っちゃうから、一日何回も何回も嫌な出来事が思い浮かんでしまうわけだから、それを手放す必要があるよね。もうだからしょうがないっていうふうに思って手放す必要があるよね。なので忘れるっていうのが重要なことなんだよ、メンタルを維持するっていうのは。人によっては過去10年前とか20年前とか、幼少期にあった親のなんとかが、子供の時の小学校中学校でいじめられた経験がーって言うけど、10年以上前のことをずっと考えていて、それであなたのこれからの人生30年40年50年を全部棒に振るっていうのはもったいないじゃないですか。過去に向かって生きていくよりも、未来に向かって楽しい一日を作り上げていった方が、結果として楽しい人生を送ることができるし、今までの人生でどれだけ不幸なことがあっても、これからの人生でちょっとずつ幸福を積み上げていくと、今までめちゃ苦しい人生を送ってきたかもしれないけど、今からちょっとずつ幸福を積み上げていくと、トータルというと幸福はプラスになりますね。だけど過去の不幸を引きずって毎日不幸の貯金をしているので、今日も辛かった、今日も苦しかったって、死ぬまで不幸で辛い状態が続くという方が多いですよね。だからそこを一朝一夕にはもちろん忘れたりね、吹っ切ることはできないけども、川沢は忘れた方がいいよって言ってたなっていうことをちょっと思い出してほしい。そのためには言葉を使うといいので、こんなこと考えてもしょうがないわっていう風に、そういう嫌な出来事が思い浮かんできた時に、こんな昔のこと考えてもしょうがないわっていう風に言えば、脳の中はその言葉通り処理してくれるので、その記憶を少しずつ消してくれます。俺のことをひどい目に遭わせたあいつバカ野郎ってなると、バカ野郎っていうとアドレナリンとかが出ちゃうので、ノロアドレナリン、アドレナリンという記憶増強物質が出ちゃうので、バカ野郎と思えば思うほど脳の中は高速道路化していくんですね。強化されていきます、記憶がね。バカ野郎っていうふうに思えば思うほど、トラウマはより忘れるところより強まって、昨日よりも今日の方がより強まってしまうので、まあ、そんなこと考えてもしょうがないわっていう構えですね。こういったものをもっと皆様も養っているかな、そういうことができない人がそういう心の傷を負いやすいんだけど、起こったことしょうがないから、今日できることや今日楽しいことをやった方がいいですよ。今日なんか面白い出来事の一つもあれば、今日一日楽しかったっていう風になるわけですから、過去の辛いことを思い出して最悪の一日にするのではなく、何か楽しいことに挑戦して、美味しいものでも食べたり、散歩して気持ちが良くなったり、体を動かしてスッキリしたり、そういう一日を送ってほしいなという風に思いますけどね。川沢いつも悪口を言うなって言ってるんだけど、悪口を言う人って他人を責める練習をしてるんですね。悪口して気分が高揚したらアドレナリンとかノラ
アドレナリンが出るので記憶が強化されるんです。悪口をいつも言ってる人っていうのは自分の中でのネガティブな記憶、ネガティブな感情、ネガティブな思考を高速道路化してるんですね。新幹線走らせてるようなもんですね。脳の中でネガティブな新幹線を走らせてるもんですね。悪口を言う人はネガティブ感情の新幹線を脳の中に張り巡らしてるわけですよ。だから何やってもマイナスに考えちゃうし、何やっても嫌な気分になってくるし、過去のそういう出来事も新幹線のように高速で思い出すことができちゃうわけです。だからそういう普段の習慣を変えない限りは皆様のネガティブ新幹線だらけが脳に張り巡らされていると永久に幸せには生きられないし、いつも嫌なことばっかり浮かんでくるわっていうのは、そういうことをしてませんかってことですね。人の悪口言ったり、あと自分の悪口、自分の悪いところばっかり考えたりとか、ネガティブにばっかり着目したりしてる人っていうのは脳の中にネガティブな新幹線を張り巡らしてるわけだから、すぐにネガティブな列車が届くわけですね。皆様の意識の中に、頭の中に、それよりも少しでもポジティブな道路を張り巡らせてほしいし、それを高速道路化して新幹線化して、ポジティブな気持ちがパッと湧き上がるような脳を作り変えることが可能なんですね。そのために必要なのが言葉って形になって、ネガティブな言葉をポジティブな言葉に置き換える。もうダメだとか、辛い苦しいって言えば言うほど辛く苦しくなってくるので、なんとかなるさとか、まあなんとかやってみようとか、ぼちぼちでいいとか、あと辛い時はまあしょうがないわ、どうしても変えられないことに関してしょうがないわっていうようなポジティブ言葉を多くしていくと、脳の中でのポジティブな回路というのが強まって、ポジティブな高速道路網が張り巡らされて、ネガティブな感情っていうのはどんどん少なくなっていくんですね。ということで、考え方を変えるには言葉を変える必要があります。なかなか現実を変えられない人も、現実は変えられなくても気分は変えられるんです。気分も言葉で変えられるかな。言葉は一瞬で変えられるので、悪口ではなく前向きな言葉を多く言うようにする。これが全ての不可逆な解決不能な出来事を一瞬で解消する方法は、ポジティブな言葉を言ってみる。しょうがない、しょうがないっていうのはいい言葉ですね。私はよく言いますね。あ、しょうがない、だから次これやろう、一瞬で忘れますね。嫌なことや辛いことや何かあっても一瞬で忘れることができる素晴らしい言葉だと思います。桑沢のポジティブな言葉は言語化の魔力という本にたくさん点のように収載されてますので、どうしてもネガティブな言葉を言ってしまう人は言語化の魔力読んでね、ポジティブな回路を強化してほしいなと思います。過去のトラウマを忘れる方法。過去の辛い出来事とか苦しい出来事が思い出されてきて、非常に不安になります、パニックになります、嫌な気持ちになりますっていう質問がものすごく多いんですよね。その過去の嫌な出来事が思い出すのをなくしたい、あるいはそれを減らしたい、あるいは過去の嫌な出来事自体を忘れたいという質問がものすごく多いんですね。それに対してカバさんも今まで多分10本ぐらい動画を作っておりまして、その主な内容は、過去の起こったことだからしょうがないんで流しましょうよとかね、あんま考えてもしょうがないんでみたいな動画が多いんですけども、スマホ脳のですね、ベストセラー作家のスウェーデンの精神科医の先生が書いた本ですね。スマホ脳とかストレス脳、あと運動脳ですね、どれもすごく分かりやすくていい本なのでおすすめなんですけど、すごくいい本ですね。でもね、この中でこのストレス脳をちょっと今日読んでたら、すごくハッとすることが書かれたので紹介するんですけど、このストレス脳っていうのは、人間の脳の中でどんなことが起こってますかってことを、ある種脳科学的に理論的に説明した本なんですね。ですから、うつの状態ではどういう状態が脳の中で起こっているのか、不安やパニックになった時にどういう状態が起こっているのか、孤独の時にどんなことが起こっているのか、あと運動するとどういう良い状態が起こっているのかっていうようなことを脳科学的に非常に分かりやすく解説している本なんですよ。なので皆さんそういうの知りたいという人も多いと思うので、そういう人はすごく腑に落ちます。その自分はすごく不安なんだけど、その頭の中でどんなことが起こっているのかってことを知りたいという人にはすごく腑に落ちて役立つ、安心が得られるんだと。この本の中で今先ほど言った PTSD とかですね、過去の記憶がやっぱり蘇ってきてすごいパニック状態になったりするっていうことがあるんですね。 PTSD の症状ですね。 PTSD っていうのは外傷後ストレス障害っていうもので、非常に大きな恐怖や不安や命の危険を伴うような体験をした人がそれを忘れられなくなって、それをしばしば思い出して冷や汗が出たり、パニック状態になったり、わーって状態になったり、叫び出したり、非常に不安になったりするっていう病気ですけども、ここに書いてあるのがね、忘れたい記憶は重要な記憶っていうことがありますね。脳は生き延びるために重要だと思う記憶を優先して保存する。とりわけ脅威や危険に関連した記憶を保存するのだ。つまり命に危険に関するような記憶っていうのは、生物っていうのは自己保存の法則っていうのがありますので、また同じような危険が出た時にそれを回避したり、そこから生き延びるためのヒントとなるために強烈に記憶するっていうんですね。過去に体験したトラウマをわずかでも思い出させるものは何であれ、脳に記憶を取り
り出させてしまう。私たちを守るためにだ。その結果一番忘れたい記憶こそが脳にとって最も重要で、覚えておかなくてはいけないものになるって書いてあるんですね。はい。つまりその死に直面するような恐怖、これはもう忘れたいんです、人間にとってはね。そんなの覚えたくない。しかしながら生物としては死に直面する恐怖を記憶しておくということが自己保存のために非常に重要であるという矛盾したことが起こってるわけですね。逆に言うとその記憶というものは実は自分は忘れたいけども重要な記憶であるってことなんですね、生物学的に見て。そしてあなたにも時々思い出すような辛い記憶があるかもしれない。それも脳が同じことが起きないようにあなたを守ろうとしているのだ。時々再体験させることで前回どのように対処したのかを思い出させる。思い出すことで精神状態が悪くなったとしても脳にしてみれば大したことではない。脳は生き延びるための進化したのであって幸福を感じるためではないのだから、で生き延びる確率を高めるためにそういう危険な状態をしばしば知らしめてるというのが一つの PTSD の解釈ではなかろうかっていうのがアンデション・ハンセンさんのね考えなんだけど、面白いなと思いますね。そこでじゃあどうしたらいいのって話にも書いてあるんですね。あえて思い出すことの効能っていうことで、基本記憶を思い出すことが悪いのではなく、記憶を思い出すことによって非常に不快な例えば恐怖であるとか不安を追体験してしまうっていうことが問題なんですよね、 PTSD の。なのでその点で安全だと感じられる状況で恐ろしい記憶を取り出すと時間をかけて記憶が変化していき脅威が減っていく。だから安心できて心が落ち着く環境で親しい友人やセラピストなどに話してみるのがいいっていうことが書いてます。つまりまたそうなったらどうしようとかいう恐怖なんですよね。だから安心した状況、信頼できる友人と話してるとき、信頼できるセラピストや精神科医と話してるときに自分の過去の体験を話すことで、その瞬間に死んだり命が奪われるってことはないわけだから、安心できる環境においてそういう過去のトラウマを言語化するということは安心と紐づいてくるんですね。過去の記憶っていうのが、過去のその嫌な記憶っていうのは死や不安というものと紐づけられてるんですけど、それを何とか話すことによって別に話しても大丈夫なんだっていうことが起こってくるっていうことですね。安心できる環境で恐ろしい出来事、つまり事故やいじめ、嫌がらせや暴行などの記憶を語ることは森に行っても狼が出てこなかったのと同じ効果がある。ゆっくりとしかし確実に記憶から脅威が減っていくっていうことですね。ということで、私も言語化の魔力っていう本書いてますけど、そのトラウマを言語化することによって、安心できる環境で言語化することによって、記憶に対するネガティブ感情との紐付けがポジティブなものへと変わっていくということなんですね。そのためにはトラウマを封じ込めとくよりも話した方がいい。もちろん話すというものを安心して話せる環境で話せないと意味がないということですね。あとはノートみたいなものにやっぱ書き出すのもいいってこともね書いてあります。ということで、ある種トラウマティックな出来事や過去のすごく嫌な出来事というものを封じ込めるのではなく、言語化して話していく過程によってですね、安心と記憶自体が変容していくっていうのは、そういうことっていうのがもう消えますよっていう一つのこの過去の嫌な記憶との向き合い方ということをこのストレスの方に書かれていて、まあ、そういう対処法っていうのもあり得るなというふうに非常に腑に落ちたので紹介したのでございます。ただいつもカパサーが言ってるように同じことを何度も何度も話すと記憶というものが強化されてしまいますので、一回話して忘れるっていうのがいいと思うんですね。だからそういう自分の今まで誰にも言えなかったような体験を誰か信頼できる人にわーっと話して、それですっきりした、もう忘れよう、ふっとこういう形になっていければすごくねいいんじゃないかなというふうにも思います。という形で過去の嫌な記憶を忘れる方法っていうのはね、よく質問が来るんですけども、一つの対処法というものをアンデション・ハンセンさんのねストレスのをもとにですね紹介させていただきました。あんま思い出さないようにするっていうのが無理なわけだから、どこかで言語化して自分でそれを受け止めて受け入れていくっていうことをするっていうのは一つの対処法として十分効果があるんじゃないかなと思いました。アンデション・ハンセンさんの方は非常に分かりやすいですね。まあ、ぜひ皆さんも不安とか、あるいは PTSD のような過去の体験とか、あるいは鬱とか、自分の脳の中でどんなことが起こってんのかってことを客観的に知ることができると、ああそんなもんなんだと、ああそんなことが起こってるんだと、例えば不安って言っても扁桃体の興奮なんだというふうに思えばですね、楽になる部分っていうのは必ずあると思うんですね。そういったことを踏まえてちょっと参考になる本なんじゃないかなと思います。精神科医カパサーショーのカパチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。人生のやり直しは何歳から間に合う。
精神科医カバサー、ショーのカバチャンネル。今日は質問いただきました。ゆうたさん、31歳男性。人生を無駄に過ごしてきてしまった感覚と戦うのが辛いです。どう気持ちの折り合いをつけられますか？人生を無駄に過ごしてきたと言っても31歳ですからね。もし60歳ぐらいの方だったら、確かにそうですねっていうふうに思うんだけど、まだ31歳なので、そんなに後悔しなくてもいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。そういうふうに多くの人は人生をやり直したいとかですね、あるいはもう一回こういうことをやりたいとか、若いうちにこういうことをやっておけばよかったっていうふうに考えるんですけども、今からやっても遅くないです。ほぼほぼ遅くないです。70歳とか80歳の方はちょっと分からないですけども、記憶力や気力や体力もかなり衰えてると思うのでね。ですけど60歳以下の方であると全然全く問題ないと思いますし、人間の脳というのはどんどん進化して頭が良くなっていくんですね。きちんと使っていれば。毎日ぼーっとしてゲームしたりテレビばっかり見てるような人はダメだと思いますけども、きちんといろんな学びをしてですね、きちんと運動して睡眠運動朝散歩して学びをしている人は BDNF っていう脳の神経細胞を活性化して、そういう神経の分化やそういうシナプスという神経と神経のこう連結を増やし、どん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 こう網目のように脳の回路を広げていく、脳の肥料のような物質というものが出ます。運動によって出ますね。ですからきちんと睡眠運動朝散歩健康な生活をしていろんなことを学んだり勉強したりしている方は、40歳になっても50歳になっても60歳になっても脳は進化し続けますね。逆に言うと運動不足の人で何も勉強しないで遊んでばっかりいる人は、脳の細胞はどん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 死んでいきますので、老化していきます。結果として認知症に一直線という形になっていくわけですね。ということで別に30歳だから何かこれから始めるというのに遅いということはないです。何かそのね、オリンピックの選手になりたいとかね、そういうのは身体能力っていうのはやっぱどうしても衰えてきますので、今私が言ってるのは脳の自分の頭の中のね能力ってことになりますけど、それはもう40歳になっても50歳になってもですね、別に遅いってことはないんですね。逆にいくらでもやり直せるし、新しいことを始めることもできるし、チャレンジもできるというのが最近の脳科学で分かっていることです。一昔前の脳科学は20歳ぐらいになると脳の細胞っていうのは大体出来上がっちゃって、それ以後はもう脳は衰える一方でですね、脳の細胞死んでいくだけですよっていうのが一昔前の脳科学だったんですけど、それは間違いですってことが今分かってるんですね。ということで人生をやり直しするにはですね、何歳からでもまず遅くないということは脳科学的に言えるってことを思っていただきたい。若い時にこういうことをやっておきたいと思ったことを今からやればいいわけですよ。だから遅いということはないです。年を取るってことはいろんなスキルを身につけてるんですね。つまり要領よく学習するスキルというのを身につけています。なので若い時3年かかったものを逆に今やるといろんなことを勉強したり、例えばなんか参考書を読んで問題集を解いて模擬試験を受けてみたいな、そういう試験の受け方とか多分皆さん方ある程度経験してると思うんだけど、中学生高校生の頃はよく分かれないんですよ、勉強法自体が。でも皆さん受験してある程度こうやって勉強したりすると、例えば何かこのね資格試験を受けようっていう時もその勉強法とかがやり方が分かってるじゃないですか。だから大人がやった場合、逆に言うとショートカットできる、時間短縮できるってことも十分にあり得るわけですね。だから大人になってからやったから遅いってことは全くなく、大人になってからやった方が早い場合もあります。私の経験を言いますと、私も医者やってた頃って非常に不摂生してですね、睡眠削って夜中まで酒飲んでたりですね、よくしてたわけですよ。本当にそういう生活今考えるともっとね健康的なことをやればよかったなと思うんですけど、それを悔い改めたのが42歳の時ですね。39歳でアメリカシカゴに留学して3年して日本に42歳で帰ってきてですね、そこからもっと本を書いたりですね、皆さんのこういう情報発信によるメンタル疾患の予防というものを出版であるとかインターネットを使ってお伝えしたいなというふうに思って心機一転始めたのが42歳の時でございます。そこからですね、自分自身の健康というものも考えていかなきゃいけないっていうので、体重が結構90何キロあったんですけど、そこから10キロぐらいのダイエットをまずして、きちんと運動して自分で睡眠をとって運動して散歩して健康になろうということから始めて、全て悔い改めてですね、42歳からやり直して、今なんとか10年ぐらいしてベストセラー作家になって YouTube も30万フォロワーぐらいになりましたねっていうことをやったんですけど、それをやり始めたのは42歳の時ですね。なので本当に医者の不摂生を続けてたですね、今頃はね病気になってたかもしれないし、糖尿病かなんか高血圧かなんかになってたかもしれないですけども、今非常に幸いにも健康診断とかでもほとんど正常でね、非常に健康にやれているということでございます。ということで私の経験から言うと、私はまあ43歳である種心機一転、全く新しいことをやり始めて、そこからゼロから全て積み上げて今のようなものを作り上げられましたので、全然40歳ぐらいでも遅くはないですし、50歳ぐらいから例えばもうすぐリタイアメントが見えたような人でもですね、何か新しいことを始めたり準備していくっていうのは決して遅いことではありません。ですから今までの人生が無駄だったと思えば思うほど、それをエネルギーにしてですね、今から何かをやっていく、新しいことをしていく、今から自己成長していく、学びをしていくってこと、何歳になっても遅いってことは決してありませんし、先ほど一番最初に言いましたように、脳科学的には年を取っても脳は成長
倒するということがもう分かっていますので、あなたの頑張り次第でいくらでも挽回できるということが言えますので、何歳になっても人生はやり直しができる。ぜひ皆さんもね、やり残したことや昔やりたかったこととかあれば、今からでも遅くないので、ぜひチャレンジしていってほしいなと思います。